はい、えー。皆さんおはようございます。テクニカルアナンの森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。はい。今日は、えー、今週は特にマザーズに要警戒ということでお話をしていきたいというふうに思っております。まあ、今週ね、マザーズだけじゃなくて、警戒すべきところはたくさんあるんですけども、ちょっとマザーズに視点を向けて、えー、やっていきたいというふうに思っております。で、今日は月曜日の朝、まだね、実、え、は、ー、相場動いていませんので、月足チャートの振り返りと、なぜ今週は特にマザーズに警戒が必要なのか、いくつかの視点を持って考えていきたいと思っています。 おりますで毎週恒例の月足チャンネルラインと RSI で最後見ていきたいと思いますのでぜひ最後までよろしくお願いいたしますということで私のチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析やチャートの分析をなるべく毎朝7時半に、ね、動画で投稿しております皆さんの朝の株を考えるそんな習慣になれるように頑張っておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますでは今日は月足チャートで振り返り見ておきましょう月間ベースで見たそれぞれの株価指数騰落率見ていきたいと思いますえ 日経平均株価ですがプラスの104円0.36%のプラスまだ、ね、月ベースで終わってはいませんけども、まあ、ほぼ十字線という感じですかね大きくは動いてはいませんがちょっと、ね、上にやっぱり上がりにくいんだろうなという感じを感じさせる、えーまあ、ここ数ヶ月かなというふうに見ておりますコロナの新規感染者数確認しておきましょう東京都376神奈川162大阪106全国1308徐々に減ってきてはいますがどうなるのか 今後もし、ね、しっかりとと注目をしていいいきたいと思いますトピックス見ていきましょう23.581.23% 23のプラス、まあ、先週あたりはトピックスのパフォーマンス日経よりもちょっと弱くはなってきてますが月間ベースで見るとまだプラス圏を維持できているというところですね要線を維持できているというところになっておりますマザーズ見ていきましょうプラスの27.112.36%のプラスこちらも同様ですね2週間前3週間前ぐらいはマザーズすごく強かったですので月間ベースで見るとまだ2.36%のプラス プラスということになっております移動平均線で見てもこれは12ヶ月移動平均線約1年間の移動平均線ですけどもそれで見ると少しだけ上にいるという形ですし上向きであるということは言えるかと思いますニューヨークダウンいきましょうマイナスの1239.373.59%のマイナスやはり5月入ってからですねニューヨークダウが何かこう歯車が狂い始めたと言いますか大きな陽線ほぼ寄り付きから下がり始め で今月、ここまでで見たのまの大陰性のような形になっているということですね、やはりまあニューヨークダウちょっと心配だなという,ふうに思います、S&P 見ましょう、マイナスの80.99、1.91%のマイナス、ニューヨークダウが3.59に対して、S、S&P が1.91、さらにナスタック、ナスタックはプラスなんですよね、なので、まあ、本当にねここ数日ずっと同じような話をしていますが、ニューヨークダウだけが非常に下げている、アメリカの景気敏感株並びに金融株が非常に下げていると。 いうことですよね一方で、まあ、ガーファム金利に低さが来ることによって上がるような株っていうのは結構堅調であり S&P や Nasdaq のパフォーマンスは決して悪くはない、えー、Nasdaq なんかはまだ最高値をうかがえるようなそんな展開であるということは言えるかと思いますので、まあ、この辺ね今週どうなるのかしっかりと注目をしていきたいというふうに思っております。 で、今日ちょっとね、用意はしてないんですけども、仮想通貨もね、少し下落気味ですよね。なので、うん、ちょっとね、今週、まずどう始まるのかえ、まずは月曜日の朝ですけども、しっかりと見ていきたいと思います。そんな中で、なぜ今週は特にマザーズに警戒が必要なのか、いくつかね、えー、話をしていきたいと思っております。まず一つは、週足チャート、まあ、冷やしチャートでも何でもいいんですけども、先ほどは月足チャート見ましたけどね。 はい。えー、付き合だとちょっと分かりづらかったんですが、5月入ってからですね、まあ大きく一旦下げてから、ぐーっと戻してるということですよね。まあ一時この安値の時には、これ52周線も大きく割り込んでいて、どうなることかなというふうに思ったんですが、1、2、3、4週間ぐらいでかなり大きく戻している。で、先週の高値まで取るとですね、この期間で約15%上がっているんですよね。もちろん高値まではもう少しありますけども、やっぱり短期的に15% と上げた後ということで調整はやっぱ入りやすいんだろうなというところをまず1個押さえておいていただきたいかなと思いますで加えて13周線や26周線っていうのがちょっと下向きでね上にあるというところでやっぱりま抵抗してしまう一方でまあ52周戦の上にいるというところでサポートしてくれるどっちに行くかなというところですね、えー、どうしてもやっぱりま短期的には下に抜ける可能性の方が高いのかなというふうには見て取れるチャートかなとまず見ておりますで投資主体別売買動向それぞれマザーズの投資主体別売買動向見て いただくととと、まあ、これいいってね傾向ががあるというわけでではないんですがただえ個人と海外投資家が全く逆に動いているってことがわかるかと思います。でえこうやって陰線の時にはえ個人は買っていて海外は売っている海外投資家が方向性を決めている逆に陽線の時には海外投資家が買っていてえで。<laughs> 個人投資家が売っているっているう感じですね、まあ、まさにね個人投資家と海外投資家の、まあ、やり方の差が出てるんですけども、まあ、方向性は海外投資家が決めていて個人投資家は逆張り傾向が強いというところになります。 で、えー、今週で見ると、まあ、上がった後ですから、個人の会は比較的入りにくそうだ。まあ、陰性なんで、これは入ってるか入ってないか、なんとも言えないですけどね。えー、また今週、金曜日あたりに見てみないと、なんとも言えないんですけども、海外投資家の買いが入ってこない限りは、えー、上にはちょっと抜けにくいだろうということは言えるかと思います。じゃあ、海外投資家の買いが入りやすそうかで見るとですね、ちょっとそれも心配だなというふうには思っております。これ、マサズの売買代金ランキングなんですが、1位がね、えー、先週金曜日の 1位がエンジンジという会社これは6月18日上場の会社で8位にワンダープラネット14位に全県本社ということでね、まあ、最近上場した IP をした銘柄が結構売買代金の上位を占めているということになっておりますでこれがですね非常にまあ今週集中しやすいんですよね後ほどまあどれぐらいあるかを見ていきたいと思うんですが、まあ、それによってですね売買代金の上位がまあこういったところに結構占められてしまう傾向があるということですよね そうすると、まあ、既存株からはですねそっちにお金が流れていってしまうっていうことはあると思いますので、えー、それでねまあふだだったら、まあ、例えばベースとかね、えー、メルカリとか。 で、ね、この辺が上位に返ってくることが今までは多かったわけですけども、やっぱりまあラインナップがかなり変わってきてるっていうことですよねえ。そこはまあちょっと心配かなというふうに思っております。で、このマザーズの流動性がね、まあ非常に大きく最近は下がってきてるわけなんですけども、まあ、流動性のざっくりとした傾向を見ていただくとですね、やはりぐーっと上がっていくときっていうときには、この下のね、マザーズの売買代金推移を見ていただくと、ぐーっとやっぱりね、同じように上がっていってるんですよね。まあでも去年のもう8月ぐらいに一旦頭をつけて、 ぐーっとね、超えられずにこう下がり続けてるわけですが、それと同じようにね、売買代金水位も下がってきている。で、この今の水位っていうのが、まあ、そんなにね、このおコロナ前と大きく変わらないぐらいまで下がってきてるということを考えるとですね、なかなかやっぱり上がりにくそうなんだろうなということは分かるかと思います。で、それでいって、先ほど言ったように、今週は IPO ラッシュが来るわけですね。このサイトで見てみる限りでは、これ、6月22日上場、東証マザーズ2社。 ありますね。で、えー、これが23日と22日の分でこの、この中だと3社。で、この中だと2社。で、この中だとこれ25日まで来て9社ということになっています。うん 合計で9社ですね。今週だけで、マザーズの IPO、ね、ご営業日しかないんですけど、9社 IPO があるということですね。で先ほど見たように、直近 IPO というのはどうしてもそっちに持ってかれやすいということになってます。既存株から持ってかれやすい。で既存株から持ってかれやすいんですが、これが上昇したところで、下落したところで、IPO の指数には寄与しないあ、ごめんなさい。マザーズの指数には寄与しないんですねで。指数には寄与しないけども、こっちの方が盛り上がりやすいということになると、既存株からおり 既存株からお金が逃げれば、えー、こっちが指数には影響を与えて指数が下がる指数が下がればセンチメントが下がってこっちも下がりやすいみたいなことが起こりやすいのでやはりまあ注意が必要かなというふうに思いますしあとは来週以降もねこの IPO はまだ続いていくんですよねなのでやはりまあこの売買代金のまあ推移、えー、要は 直近 IPO にね、流動性が持ってかれてしまう、まあリスクっていうのは当然ね、えー、存在する。そうするとどうしても海外投資家の買いが入りやすいのかどうなのか、ちょっと入りにくいんじゃないかな、なんていうふうには見ております。で、直近 IPO でね、えーこう、投資家がうまくこう盛り上がってくれて、かつ、えー、儲かっててくれればね、個人資金が潤って入ってくるな、というふうには思ったりはするんですけども、これはですね、6月18日上場、金曜日上場のエンジンという会社の 5, 5分足推移ですね。えー、最初の10分間ぐらい でぐっっと盛り上がってこれで20%ぐらい上がったんですね。初値が2150円でした。2150円から一気に20%近く上がったんですけども、まあ、5バーがぐーっと崩れまして、ほぼ初値ぐらいに戻ってきたということですね。なんで結果としてはですね、まあんま盛り上がってないんじゃないかなと。あとは直近 IPO。まあ、確かにね、初日は盛り上がるけども、やっぱちょっと手出すの怖いよねみたいな形になると、IPO 自体もね、盛り上がりが欠ける可能性もあるということですね。えここはちょっと心配だなというふうに思っております。そして 今ね、世界中でちょっと株安懸念がありますよね。えー、マザーズの先物の,の値見ておくとですね、1132ポイントなんですね。まあ、ここまで下がらないで始まってほしいなというふうには思うんですが、まあ、仮にこれぐらいであ始まるというふうに考えるとですよ、今の冷やしの一目均衡表ですね、これ表示しているのは。で、今、天換線のちょうど上にいるというところで、天換線サポートしてほしいななんていうふうに思うわけですけども、えー、この天換線の値っていうのは1175ポイントなんですね。で、そこから雲がぐっと下がってきて、今日のここの 雲の上限というのが1152、えー、雲の下限ここの雲の下限が1138ですから、まあ、仮に本当に1132で始まるということになると、雲すら割れて始まる可能性がある。で、今後この雲の下限がね、抵抗になっていくということを考えると、こ、え、う、ー、ぐーっと下がっていく、ね。で、その下には基準線待ち構えてますけども、1123ポイント、まあ、この辺ぐらいまで下がってきてもおかしくはないということですよね。えー、なんで、またね、えー、雲の下に潜ってしまう、せっかく雲の上に来たのにもかかわらず、いきなり サポート機能を受けられずにね、レジスタンスの可能性のある雲の下まで潜り込んでしまうというのは非常に状況がまた悪くなってしまうということだと思いますので、ここはやはり注意が必要かなというふうに見ております。ということで、2の動画のまとめになっております。まずは短期的に上昇した後で調整も入りやすいという状況です。で方向性自体は海外投資家次第ですので、海外投資家がまずねどう見てるかは、ここでははっきりとはわからないので、もちろん海外投資家が買ってくればね、上がる可能性はあるとは思いますが、まあ、調整が 入りやすいあとはチャート的に見てもちょっとね調整が入りやすい段階であるというところは押さえておいてくださいでそれに加えて IPO 今週がピークで来週もねまだまだ続いていくということですとなると流動性を IPO に持っていかれる可能性が高いということですよねで個人資金が IPO で潤っているかというとあのエンジンの動きを見る限りはねまあそういうわけでもなさそうかなというところでねよく循環してくれればいいんですよ IPO で去年の夏みたいに IPO 感もガンガン上がって 個人投資家の資金が潤ってそれで既存株も買われてみたいな流れがなると IPO が続いても指数も上がるみたいな連動性があるんですけども今指数も重たければ IPO 株の調子も良くないというところでしかも海外投資家はどっちに動くか分からないっていうところを考えるとまあそんな楽観賞はできないよなともちろんでも個別で動いていくものありますからね個別でしっかり狙っていくっていうことはすごく重要だと思います。 はい、で一目均衡表、雲と株価に注目ということで、先物の,の値を見るとね、雲の下に潜って、 状態で始まりそうううととといいいいいこころででですすねねれれがいくらで始まままりそそか改めてててたた確認をしておいていただければと思いますでその下にはね一応基準線待ち構えてますから基準線を維持してくれればまだ希望はつながるかなとは思いますけどもまたその後雲がぐっとまた下にねずれ込んでくるのでやはりまあ警戒が必要かなというふうに見ておりますでは今後の質の売買戦略今日は月足のチャンネルラインプラス RSI で見ておきたいと思いますまず日経平均株価ですがこれはアベノミクス安値とコロナショック安値であとはこれがリーマンショック 前の高値ですねにとっておりますで長期チャネルの上限をまあ、今のところは維持できるかというところに注目かなと思いますそんなにすぐ売買ポイントが近づいているというわけではないですねまあ、ただし下の RSI これ70.4なんですけども70を割れると買われすぎから買われすぎじゃない水準に入るとこれ売りサインということになっていきますのでここは注意をしていただきたいかなと思いますトピックス見ていきましょう 取っているポイントは一緒ですね。えー、なんですけれども、あここか、取っているポイントと高値が若干違いますかね。えー、ただ、チャンネルとしてはこれが有効かなというふうに見ておりますので、上段が維持できるか注目をしていただければと思います。で、下の RSI65.11 というところで、変わりすぎではない状態で、一応まだ上向きですので、上昇は期待したいところですが、今週以降、どう動くか、しっかりと注目をしていきたいと思います。えー、マザーマザーズはでですすねねまずこここの下降チャンネルライン赤いいところです、ね、これまあ短期的にも引いている線で ではあるんですがまあ、かなり有効に効いてるかなとでセンターラインで今抑えられるような形でまた下がり始めてますのでここは注意が必要かなというふうに思いますただし下がった時にはねこの緑の方のセンターラインも効いてますのでこのセンターラインを維持できるか注目をしてみてください rsi57.8 ですね月足ベースですからそんなに大きくはね、えー、こういきなり方向変わったりとかしないんですけども上向きなんでね上向きのまま行ってほしいなというふうには思っておりますがこれも今週以降しっかりと注目をしていきましょうニューヨークだニューヨーク オクダウはですね結構長く撮っておりましてリーマンショック安値、ね コロナショックやですね、IT バブル高値ですね、で取っていて、まあ、結構ね、サポートであるとか、この辺のサポート、まあ、効、えー、いてるかなというところなんですが、それの上限に差し掛かったところで下がり始めたというところで、やっぱここが抵抗だったのかな、とていうふうに思わせるようなね、チャンネルですよね。えー、そして、65.23RSI ですね、一旦これ70ぴったりぐらいまで行ってから下がってるんですね、これもなんかよく不気味なね、感じの下げ方だなというふうには見ております。S&P、S&P500 はですね、これ上限まで届く 届きそうな感じはするんですがニューヨークダウンにずるずる引きずられるような形で下がっていく可能性もあるかなと思います。RSI は72.32ね はっきりと70を超えてから今下落してきているというところですので70割は下落注意というところで見ておいてください最後ナスダックナスダックに関しましてはまた、ね、この上限付近まで来たところでニューヨーク度は下がり始めているという,と,いうところでまたここ下がってしまうとやっぱりここは、ね、抵抗があるんじゃないかということを、ね、確認するような形になってしまいますそして下の RSI77 ポイントなんですけども過、まあ、熱感は、ね、意識すべきポイントですよね、まあ、イコールで強いというところでもあるんですが下がり始めて70割れたらやはり スックも警戒が必要、そしてニューヨークダウも、ナス d ックも崩れるということになれば、日本株も大きく崩れる可能性も出てきますので、まあ、ここはね、どちらに行くというよりは、しっかりとね、方向性を見極めていきましょうというところで押さえておいていただければと思います。ということで、今日の動画のまとめになっております。月間ベースで最初、チャートを見ましたが、日本株はプラスでした。ニューヨークダウと S&P がマイナス、特にニューヨークダウの下落が目立っておりました。でもナス d ックはプラスというところで、この辺ね、高安まちまちなんですが、しっかりとこの後見ていきたいと 思いますそして、えー、今日はマザーズの話をしていきました。マザーズに短期的に調整が入りやすい状況である。まあ、上がってきたっていうのがまず1個ありますよね。で、あと海外投資家次第というところであると思います。で、大きいのはやっぱり IPO のピークが今週であり、流動性を持っていかれる可能性がある。IPO 銘柄で個人が潤っているわけではなさそう、まあ。エンジンの動きを見る限りというところですね。まあ、今週以降の IPO の動きがどうなるかも含めて、えー、しっかりと見ていきたいというふうに思っております。そして 最後、長期チャンネルライン見ていきましたが、このチャンネル上限はやはり抵抗かというところで、ニューヨークである、ダウであるとか、あとはナスタックですかね。この辺は長期チャンネルがピシッとはまっているんですけども、あそこがちょうど抵抗のような形で下がり始めてしまっている。やっぱ抵抗なのかな、なんていうふうに思う人が多ければ多いほど聞きやすくなってしまうというところで、やはり注意をしていただきたいなと思います。そして RSI の70割れ注意、日経平均がちょうどジャスト70ですよね、S。S&P なんかも70割れそうな、そんなチャートになってきましたので、 70割れてしまうと下落が始まる可能性があるというところでここも注意を、ね、していただきたいなという,ふうに思います。 では今日も最後にお知らせを入れさせてください。えー、個別銘柄をとことん分析するマガジン配信中でございます。最新記事は発売直前のね、えー、記事になってまして、前回式法の検証今でも買いたい銘柄はという内容になっております。僕たまに思うんですけど、まあ、季法って別に買いタイミングっていうわけではないですから、あれなんですけど、四季法の周りって結構荒れやすかったりしますね。そこがね、もう本当に嫌だなというふうに思うところであるんですが、ただやっぱりちゃんと銘柄、ちゃんとウォッチしておいて、そのウォッチをし続けるっていうことが大事で でそのウォッチをねし続けるための、まあ、やっぱりこういう検証作業っていうのはすごく大事だと思うんですよね。まあ、それを継続しているというところなのでえよかったら是非覗いてみてください。月月額制限初月無料になっておりますということでえ今日はこんな感じで終わっていきたいというふうに思っております。今週本 本当に注目だと思いますね。先週ちょっとやっぱり荒れ始めたっていう感じだったので、まあ最近のようにね、これが短期的な調整でまた上がっていくってことを祈りたいんですけども、ちょっと違うところがいくつかあるので、まあそこはやっぱり注意が必要かなというふうには見ております、えー。ぜひですね、今週一緒に見ていきましょう。今日の中でも少しでも参考になればグッドボタンの方、また明日以降もね、最新の相場動向をお伝えしていきますので、明日も聞いていただけるという方はぜひチャンネル登録お待ちしております。ではまたした、テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら。